はい、どうも皆さんこんにちは、筋肉旅でございます。今、新千歳空港に到着しました。これからですね、タイのスワンナプーム国際空港に向けてフライトしたいと思います。まず最初に、東京の羽田空港に向かって、フライトします。それでは早速チェックインしたいと思います。羽田空港着きました。でこれから国際線ターミナルに乗り換えます。で通常だと、連絡バスこの8番から連絡バスに乗るんですけど、今回は、せっかく東京に来たんでモノレールを使いたいと思います。ちょっとした裏技がありますのでご紹介します。はい、羽田空港にやってきました。国際線です。こんな感じで行くのがこちらになります。はい、ね、初めての羽田空港です。まあ、こんな感じでここにです。いろいろと並んでます。こんにゃくの感じで
旅の始まりは今も昔も日本橋。せっかくなんで橋渡っちゃうぞ。よしと、千葉に向かっていきましょうか。どうです、この橋。すごい、空港内と思えません。はい、橋渡ります。橋渡っていきます。よいしょ。で、上から見るとこんな感じ。はい、こんな感じです。はい、よし、じゃあ行ってきます。イエイ。帰国しました。ラウンジなので114番ゲートの先にラウンジがあって、キャットラウンジ、今回は残念ながらキャセイラウンジ使えません。なのでちょっと向かってみたいと思います。剃りは受付でもらいます。